ステップ4、状態トモグラフィー。未知状態を知りたいことにはなるんですね。そしてその量子状態にはどうやって知るようになるんでしょう。ローが、まあ、一般としてはこういうふうに書きますが、このハテナマークがロー00、ロー01、ロー10、ロー11なので、まあ、この行列の要素がまだ知らないんですが、どうやって調べるになりますか。そして、まあ、一つのキュービットだけなら、ローが2分の1の i プラス r ベクトルだと、シグマベクトルでは書けるんですが、そうすると、この r のベクトルが rx, ry, rz で、これがブロック Q のベクトルになりますが、そして、このシグマがパウリ行列の XYZ のベクトルになります。計算すると、これが、まあ、内積取りますので、左上の要素が1プラス X、右下の要素が1マイナス RZ になりますので、この対角成分がこういうふうになって、そして非対角成分なんですが、それがRx minus IRY, Rx plus IRY になりますので、Rz を知りたい場合には、ロー00、ロー11だけは していったら、それが Rz は計算できます。そして、Rx、Ry を計算するためには、R01、R10 は必要です。そして、これは、このベクトルはどうやって計算できるのでしょう。まあ、このパウリ演算子の期待値を測定したいんですが、これが X 括弧ね、これが期待値なんですが、これが trace X かけるローになります。そしてこれが、まあ、trace X かける2分の1の I plus RXX plus RYY plus RZZ、これが先のスライドから出てきた表現なんですが、計算すると、これが x×i equal x plus rx x 次乗 plus ry xy plus rz xz。そして、パウリの行列の trace がない行列なんですが、xz もそのまま trace がないんで、xy も trace がないので、そして、X もトレースがないので、残りののはこの X の次乗だけなんですが、この X 次乗イコール I になります。そして、トレース I が2になりますので、2分の 1RX かけるトレース I イコール RX になります。まあ、同様に、X の期待値イコール RX、Y の期待値イコール RY、Z の期待値イコール RZ になります。そして、一つだけのキュービットのトモグラフィーのプロセスなんですけれども、それの順番にはどうすればいいんでしょう。まあ、まずは、その状態をたくさん作ります。何千回の同じものには頑張って作ることになって、そしてそれを測定するでしょう。それを測定すると、まあ、ある分は、X の期待で測定して、ある分が Y の期待で測定して、残りの分は Z で測定して、そうすると、推定値がこういうふうになります。まあ、で、これは RX bar、RY bar、RZ bar は、まあ、簡単にはできると思いますが、これが、もしかして、これが、まあ、推定なので、これのベクトルの長さは1以上になる場合もありますので、再生期間も必要なんですね。それが RX、RY、RZ、まあ、このリノーマリゼーションも置かなければならない。1以下だったらこれがしなくていいんですが、1以下だったらこれが、まあ、根性状態とかになります。じゃあ、なぜその状態がたくさんのコピーは必要でしょう。まあ、円界ではその測定を繰り返すなんですが、それが X1、X2、XN がその、
と測定の結果なんですが、まあその XJ がこういううちのプラス1かマイナス1になって、それを足し算して、これがこの表現になるんでしょう。n 分の1かける XJ の sum になります。そしてこれがまあコピーがいっぱいになると、まあ標準偏差と平均を計算して、このデルタ X が一つだけの測定の標準偏差、それからまあそれが高々1ですね。そうすると N 回にすると、その測定の結果、その推定値が高々ルート N 分の1になります。まあこれが標準の統計なんですが、そうすると複数のキュービットの場合にはどうするでしょう。まあ2キュービットの状態は量子インターネットによく使いますので、まあそれも説明しやすい例になりますから、2キュービットの状態を見てみましょう。じゃあ、ローが4分の1かける、この期待値かける、シグマ J、シグマ K なんですが、シグマ0123が IXYZ になりますから、この J と K が0から3にやって、そうすると、それがかける、value が、その期待値が、その sigma j と sigma k の期待値にすると、何回の測定設定は必要でしょう。いくつかの別の種類は必要でしょうか。まあ、その左側のキュービットが ixyz で測定したいし、右側のキュービットが ixyz に測定したいので、まあ見える通りには16個の設定があって、 II は意味はないので、残りの15設定は必要ですね。じゃあこれが2キュービットだけには設定が15種類があって、そしてこれがまあ続いていくと、1キュービットが設定は3種類があって、2キュービットで15種類があって、3キュービットは255があって、続いて N キュービットがあると、4の N 乗引く1の設定になります。そしてこれが、まあ、状態トモグラフィーがリソースをたくさん消費します。そうすると、まあ、見える通りなんですが、これが、指数的に大きくになりますので、その状態トモグラフィーが小さいシステムだけには使えます。まあ我々は量子インターネットの場合にはだいたい2キュービット、4キュービットのステートだけには考えてますので、それだけは小さいかもしれないんですが、それでもその消費しているリソースを減らしたいんですね。そうすると、まあ完全な密度行列には興味ない場合には多いなんですが、その未知状態 については、すべてのことは知らなくても良いんですが、そうすると、リソースを減らします。そうすると、例えば、このフィデリティ、状態のフィデリティだけは知りたい なら、まあ、量子ネットワークは大体その基地状態でとかに作ってるんですが、例えば5プラスの状態なんですが、これが作りたいと分かってるので、全部の状態は調べなくても大丈夫です。そうすると、まあ、5プラスは皆さんご存知なんですが、00プラス11、まあ、water root 2分の1なんですが、rho イコール4分の1、この表現には先のスライドがあって、そうすると、計算すると、これが4分の 1i プラス xx の期待値、マイナス yy の期待値、プラス zz の期待値。なぜかというのは、これが xx の期待値にはこれが純粋の状態だったら、これが1。yy の期待値はマイナス1。
そして ZZ の期待値は1になりますから、これが11マイナスマイナス1プラス1になりますから、これがまあ純粋の状態だったら、これがフィデリティ が1になります。そうすると3つ の測定設定だけは必要なんですね。15個じゃなくて3つだけ で進むようになります。そうするとこれが2キュービットのステートの今日の様子です。